こんにちは。バスガイドぶらり旅にようこそ。さあ、諏訪大社のシリーズも最終になりました。諏訪大社の神社の本宮、前宮、そして諏訪大社の下社、秋宮を回ってきました。今日はいよいよ最終春宮をご案内していきたいと思います。さあ、今私が立っているところはですね、ここ春宮の大灯籠があるところなんですね。大きな石の灯籠がご覧いただけると思います。この大灯籠のあるところ、実は中山道に面したところなんです。ちょっとカメラをね、横に振っていただくと、はい、そんなに広くない道が見えてきます。ここが江戸五街道の一つ、旧中山道なんですね。現在のところ情緒はあまり感じられないかもしれませんけれども、こちらが中山道、その中山道に面したここの大灯籠から、じゃあこっち向いてもらっていいですか。はい、こちらから正面の方に見えている大門、春宮の一の鳥居をくぐっていって、ここからおよそ800メートルのところが諏訪大社、下社、春宮なんですね。これからですね、春宮の方へと向かっていきたいと思います。そういえばですね、今日は2月の15日なんですけれども、2月の1日に遷座祭が行われたばかりなんですね。遷座祭は秋宮と春宮の間で神様が移動をするというようなお祭りなんですけれども、2月から7月までの間、御祭神は春宮にいらっしゃるんですね。そして8月から1月までの間は秋宮にいらっしゃいます。今日は2月の15日ですから、つい先日の2月の1日、秋宮の方から春宮の方に遷座祭が行われました。この時にはですね、みこしに神様の御霊代を乗せて、そして秋宮の方から塗料の行列が続き、そして旧中山道を来て、ここから大門通りへと入っていくんですね。ここから春宮までがおよそ800メートル。そしてここから秋宮までがおよそ800メートル。そして秋宮から春宮までの旧中山道もおよそ800メートルぐらいということで、ここが三角八丁と言われているところなんですね。ここを中心に三角八丁というふうに言われています。さあ、それでは今、神様は春宮にいらっしゃるということで、これから春宮をお参りに行きたいと思います。今日も波江がお送りします。カメラマンはタカちゃんです。どうぞよろしくお願いします。それでは早速行きましょう。それでは大門、一の鳥居をくぐって大門通りを春宮に向かいます。直線で800メートルです。早送りで行きましょう。はい、大門通りを向こうから進めてきて、春宮に到着する前、道路の真ん中に突如として現れてきたこの橋をご覧になってみてください。春宮の下馬橋というふうに言います。まあ、名前を聞いてわかるかと思うんですけれども、下馬、ここでどんな偉い方もお殿様も必ず馬や籠から降りなければならなかったところということなんですね。今では道路の真ん中に突如として橋が現れてきて、一体何だろうっていう感じなんですけれども、実はこの下にはみたらし川という川が流れていたんです。多分ね、今でも側溝の下を流れているんじゃないかと思うんですね。一応蓋はしてある感じなんですけれども、まあ、ですから何もないところに橋が作られたわけではなく、昔は川が流れていて、その上にかかっていた橋ということなんですね。下馬橋というふうに言います。普段はね、通ることができないんですよ。道路もここ左右に分かれるような形になっているんですが、この通行止めになっている橋を渡ることができるのが御遷座の神輿のみということなんです。ですから先日2月の1日の時には、秋宮から御霊代を乗せた神輿がここをしずしずと上がっていったんでしょうね。はい、その時だけは神輿がここを乗り越えていきます。でもね、結構な太鼓橋なんですよ。ね、みこしを担いでいらっしゃる神官の方々、大変じゃないかなと思うんですけれども、かなりの太鼓橋というふうになっています。で、こちらの下馬橋、下社の中では一番古い建築物というふうに言われてるんですね。
古くは天正6年1578年の造営帳にも記されているということなんです。昭和35年にね、この踏み板なども、少し変えられたということなんですけれども、古い景色をそのままに伝えている下馬橋です。はい、真正面から見ていただいてます。本当に壁のような太鼓橋がお分かりいただけるかと思います。太いしめ縄もぐっと張られてるんですね。昔は檜皮葺きだったそうですけれども、現在ではですね、銅板葺きに変えられています。下馬橋、横から見ていただくと曲線が美しいですよね。はい、それではいよいよ二の鳥居にやってきました。こちらから境内の方へと入っていきたいと思います。さあ、いよいよ春宮ですよ。さあ、もう2月なのでね、本当に杉の木がいい感じに茶色くなって花粉がいっぱいついてます。私もね、花粉症なんですよ。なので今日は薬を飲んでやってきています。なんか聞くところによると、今年は花粉が多いということなんで、話してる間に通過しちゃいます。狛犬が両側にあります。さあ、運の狛犬なんですね。はい、青銅製の狛犬を見ていただいて、そしてこちらの方から正面の神楽殿の方へと向かって進んでいきたいと思います。行きましょう。さあ、昨日も降った雪でですね、結構境内は雪が残ってます。はい、で、今ですね、正面の方が神楽殿なんですが、神楽殿の手前、こちらに一本大きな杉の木があるのを見てみてください。結びの杉というんですね。この杉の木、上の方を見ていただくと、下から10メートルのところで二股に分かれているんですね。見えます？二手に分かれてるの。下は一本なんですが、上が二つに分かれていて、はい、結ばれているところから結びの杉、縁結びの杉なんですね。ここの縁結びはただ単に恋愛だけではなく、ね、仕事に関してもいろんな方の本当にいろんなご縁がありますようにということで、縁結びの杉の木なんですね。樹高は30メートルあります。はい、ここでいろんなご縁をいただけるようにお願いをしていきたいと思います。はい、私の後ろに見えているのが神楽殿になります。幾度となく修繕されてきているんですが、建物自体は1680年代江戸時代の初めに建てられたものなんですね。神楽の奉納などが行われる神楽殿です。さあ、こちらからですね、一の御柱に向かいたいところなんですけども、順路としてまずこちらから二の御柱の方へと進めていきたいと思います。行きますか？行きますかじゃない、行きますよ。はい、神楽殿のすぐ横にあるこちらの建物をちょっとご紹介したいと思います。筒外遊殿っていうんですね。建物自体はね、とってもちっちゃいコンパクトな建物なんです。ここでは諏訪大社4社のうち、ここでしかない神事が行われるところなんです。筒がゆ神事ってご存知でしょうか？1月の14日の夕方からですね、15日の朝まで神職がこの中にこもっていろりを囲み、火鍋の中に水と米と小麦、そこに吉の筒、まあ、要するに吉の筒ですか、ストローみたいな感じなんですね。それを一緒の鍋に入れて、くつ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 朝まで煮込んでいくんです。そして朝になって、全部で44本のその筒を出して、その筒の中に入った小豆と米の数を数えて吉凶を占うというものなんですね。44本の足の筒のうち43本はそれぞれの作物の出来を占います。そして残りの1本は世の中の情勢を占うというものなんですね。毎年ここで筒がゆ神事が1月の14日から15日にかけて行われます。さあ、ここの筒がゆ殿、狭い上に
天井がね抜けてます。1月の14日から15日寒い時期ですよね。いくら火を囲んでとはいえ一晩を過ごすのは大変でしょうね。はい、城に見えてきているのが2の御柱ですね。さあ昨年2022年御柱祭が行われました。まだ1年経っていない御柱です。2の御柱早速触ってみたいと思います。はい、2の御柱です。さあ2の柱に触らせていただきました。はい、この2の柱の横のところにこちらにね小屋社という末社があるんですね。こちらは諏訪大社の神社のご祭神である竹南方の尊のお母さんの神様である腰の布川姫の尊の祀られているんですね。よく見ていただくとここにね底の抜けた柄杓が奉納されているの分かりますでしょうか。底の抜けた柄杓一体何するのかなっていう感じなんですけれども、要するに底がないことで水が通りやすい、お産が楽にというふうに願いを込めて奉納されたものなんですね。腰の布川姫の尊が祀られている小屋社から、さあ奥の方に目をやってください。さあ奥に3の御柱がご覧いただけますか。はい、奥に見えているのが3の御柱です。さあちょっと触りに行きたいですけどもね、3の御柱までは立ち入り禁止となっているので、こちらからご覧いただくのみということになります。はい、それでは改めて礼拝殿をご覧いただきたいと思います。二重の楼門造りになっている重要文化財の礼拝殿と左右片拝殿、さてこれ形どこかで見たことあると思いませんか。はい、こちらは秋宮と同じ絵図設計図で作られたものなんですね。秋宮を作ったのは立川流の初代立川和城富宗でした。そしてこちらのですね礼拝殿を作ったのは立川流と同じく宮大工として腕を競っていた地元の大工なんですが、大隅流の芝宮長左衛門のりしげなんですね。双方同じ絵図図面をもらって腕を競い合って作られたというふうに言われています。ですからとってもよく似てるんですね。どちらも重要文化財となっています。さあそれでは改めてですね礼拝殿の方からお参りをしていきたいと思います。はい、それでは皆さんも一緒にお参りしてくださいね。さあどうぞちょっと上がってみてみてください。この大きなお賽銭箱見てみてください。幅いっぱいのお賽銭箱、一体いくらまで入ることができるんでしょうか。そして御神橋鏡がありまして、その上と横彫刻がねとにかく素晴らしいんですね。上の竜の彫刻、横の竹の彫刻をはじめとして数々の彫刻、芝宮長左衛門も、そして立川和四郎、どちらも彫刻が素晴らしいというふうに言われているんです。
見ていただいているのがかなりアップになっていますが、左右肩拝殿という作りなんですね。もう諏訪大社ならではの作りとなっているんですが、平拝殿を中央に両側に肩拝殿があります。こちらが、ね、右肩拝殿、そして平拝殿の向こう側が左肩拝殿なんです。私たちから見ると左右が逆になるんですが、神様から見ての左右という形になるんですね。こちらも重要文化財となっています。さあ、そこからですね、ちょっと奥の方、格子の向こう側見えますか。宝殿が奥に2つ並んでいるのが分かりますでしょうか。この宝殿、この中に神様の御霊城の入りました御輿が安置されているんですね。さあ、2つ並んで宝殿があります。この御宝殿、向こう側、右側の方が東御宝殿、そして左側の方が西御宝殿と言います。2つ見えてますか。ちょっと色が違いますよね。右側の方が新しいの分かりますか。右側は昨年の御柱祭の時に建て替えられた新しい御宝殿なんです。こちらが神殿というふうに言います。そして左側の方はちょっと古い、ね、感じで少し色が黒っぽくなってます。こちらが権殿というふうに言うんですね。神様は今どちらにいらっしゃるかというと、右側の神殿にいらっしゃいます。2月の1日に秋宮からこちら春宮へと移されてご遷座されたんですね。そしてこちらの方で8月の1日までいらっしゃいます。8月の1日に再びご遷座ということで、春宮から秋宮へと移っていくんですね。こちらの主祭神の神様は、神社に祀られている立御方の御事のお妃の神様である八坂乙女の御事が主祭神として祀られています。さて、それでは本殿がないというのがですね、こちらの諏訪大社なんですが、御神体となるのが御神木なんです。さあ、その御神木、この2つの御宝殿の間にあるんですが、秋宮の方では一の木でした。こちらでは杉の木なんですね。2つの宝殿の間の杉の木がご覧いただけますでしょうか。さて、それでは、はい、こちら一の鳥じゃなくて一の御柱、はい、一の御柱です。さて、昨年立ちました御柱、一の御柱です。一番ね、やっぱり太くて長いですからね、一の御柱ね。はい、御柱からパワーをいただきますよ。さあ、続いて4の御柱見に行きましょう。さあ、4の御柱はこちらから奥になります。さあ、1の御柱のちょうどね、横にこの辺に立っていただくと、奥に4の御柱が見えてきます。はい、4の御柱見えますか。はい、奥の柱が4の御柱です。はい、そしてですね、平拝殿のすぐ横のところには若宮社という拙社と、そしてこちら上諏訪社という末社があるんですね。こちら上諏訪社は上社の御祭神であります竹御方の御事が祀られているお社になります。若宮社の方では竹御方の御事のお子様の神様十三柱をお祀りしています。はい、ちょっと遠目に平拝殿の2階のお屋根と、そして裏の御神木をご覧になっていただいてます。もう今や花粉がたくさんついて抹茶色になっているのが御神木の杉の木なんですね。この季節とっても分かりやすいかもしれません。はい、それでは春宮のお参りが終わりまして、これから春宮のちょっと横あちらに行ってみたいと思います。
春宮にはですね、今たくさんの方が訪れています。もちろん諏訪大社の一つ春宮を参拝するというのも目的なんですけども、それ以外にもう一つ見どころがあるんですね。これがあの岡本太郎さんが絶賛した万字の石仏という石仏なんですよ。早速見に行きましょう。さあここからですね、川を渡っていくんですね。浮島という中洲にある島を渡って行って万字の石仏まで行きたいと思います。さあ足元滑らないように気をつけてくださいね。バリバリに凍ってます。さあ正面の方にはですね、浮島橋が見えてきていますね。赤い橋です。そしてね、水が向こう側しか見えないかな、こっち側は水が流れてないんですけれども、あ、せき止めちゃってるのかな、今こっち側はね工事をしてるのかな、はい、下に戸川という川が流れているんですね。その中洲にある島が浮島なんですね。浮島に渡っていきますよ。寒い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 、風が冷たい。さあこちらから浮島に入ってきて、そこにね大きな灯籠があるのが見えますか。秋葉山の大権現ということで、火伏せの神様がここに祀られてるんですね。やはり諏訪地方ですから、ここにも御柱が立っています。形のいい灯籠ですよね。絵になります。さあそれでは島の中にあります浮島社にもお参りをしながら行きたいと思います。さあここはですね、万字の石仏に行くちょうど通り道になっているので、ほとんどの方がね多分通過をしていってしまうんじゃないかと思うんですが、ここで浮島社をお参りしてから行きたいと思います。さてこちらの浮島という島は、どんなにこの戸川の水流が増えても決して水没しない島だというふうに言われていて、下社の七不思議の一つに数えられているんですね。なぜでしょうか。やはり神様のご利益があるんじゃないでしょうか。浮島社は原江戸の狼が祀られているんですよ。さあ汚れを払ってくれる神様と言われている浮島社です。いやもう足元が歩きづらい。さあじゃあこちらもお参りしながら行きたいと思います。よいしょよいしょ。はい、汚れを払ってくださる神様ですからね。さあ万字の石仏行きますよ。足元気をつけて。さあもう間もなくです。皆さんは万字の石仏見たことありますか。とってもねユーモラスな石仏なんですね。さあ今ね周り雪で覆われてしまって見えませんけれども、この下は畑なんですよ。本当に畑の中の一角にあるのがこちらです。
はい、どうぞご覧になってみてください。こちらが万字の石仏なんですね。結構大きいです。私と比べていただくと大きいのが分かりますか。高さが2メートル60センチあるんですよ。とっても大きいです。丸い体に頭がちょこっと乗っている、このアンバランスさが何とも言えずにユニークな感じですよね。はい、これはもう昔からあるので、地元の方々は浮島の阿弥陀様ということでお参りをしていたんだそうです。でこの万字の石仏が世に出ることになったのが、あの下諏訪温泉を愛してやまなかった岡本太郎画伯が昭和49年に御柱祭を見に来た際にこれに気がついちゃったんですね。世界中を旅しているが、こんな面白いものは見たことがないということで、雑誌や新聞などにも書き、そしてたくさんの著名人たちも訪れるようになり、一躍脚光を浴びるということになったんです。名前のないこの石仏、万字三年に作られたといったところから、万字の石仏と呼ばれるようになりました。さあ、万字というのがですね、万字というふうに読み替えて、万字丸く収まりますようにということで、この万字の石仏をお参りするときには、よろず収まりますようにと心の中で念じて、時計回りに周りを願い事を念じながら3周回って元に戻ってきたときに、よろず収まりましたというふうにお参りをするんだそうです。早速やってみましょう。まずはね、心の中でよろず収まりますようにですよ。さあ、ここから3周回りながら心の中で願い事を唱えます。さあ、一緒に回りますよ。さあ、心の中で願い事を唱えますからね、前から見る姿とね、横から見る姿が全然違うんです。もうね、ぐるりと一周が11メートル以上あるというね、とっても大きな石なんですよ。ぐるりと一周、願い事も念じながら回っていきますよ。さあ、残り2周です。3周回ってきました。さあ、最後こちらでよろず収まりました。さて、こちらの万字の石仏なんですけども、本当にユーモラスな大きな体をしてますよね。ここにナムアミダ仏というふうに書いてあります。はい、そしてここに万字三年って書いてあるんですね。うっすらですけれども、なんとなく分かりますでしょうか。さて、万字の三年に作られたというところから万字の石仏というふうに言われているんですけども、これにはちょっとした言われがあるんですね。実は下社の春宮の大きな石鳥ね、先ほどくぐってきた鳥居を高島藩の三大藩主がこの石鳥居を作るように命じられた石工がですね、近くにあった大きな石にのみを入れたところ、そこから血が出てきたんだそうです。これはいけないということで、その不思議な石に阿弥陀様を貼って奉納したというふうに言われているのが、この万字の石仏ということなんだそうです。もちろんそれとは別の石で、先ほどの春宮の石の大鳥居も作られているんです。
石の大鳥居ができたのが1659年、そしてこちらが1660年ということで、同じ作者が作ったというふうに言われています。ですから裏のところにはそのね、のみを入れた跡が残っているということなんです。今ねちょっと雪がかかっちゃっているので分かりづらいですけれどもね。さあね、今ちょっと日が陰ってきちゃいましたけども、さっきまでねすごい日が当たってたんですよ。万寿の石仏がねすっごいあったかいんです。もうね外すっごい寒いんですけれども、いやーもうあったかい、カイロ抱えてるみたいなんですね。お顔もとってもユーモラスで、見てるだけで心も和やかになってきますし、触るとね本当にあったかいです。気持ちがいいです。ぜひ皆さんも万寿の石仏見に来てくださいね。心が休まります。はい、晴宮のすぐ近くにあります、こちらは御柱館よいさというところなんですね。2016年の開館オープンになります。御柱祭、数えで7年に一度のお祭りです。まあタイミングよく来れたり、わざわざ見に来れる方はいいですが、なかなかこの7年に一度のお祭りに来るのも難しいという方もいらっしゃいますよね。いつ来てもその御柱祭を見ることができる、御柱祭を体験することができるというのがこちらの御柱館よいさなんです。それでは行ってみましょう。こちらにはご案内の方がいらっしゃって、写真や映像や模型を使って御柱祭を詳しく丁寧に説明してくれます。入館料は300円です。それで御柱は、去年の4月と5月に行われたんですけども、こちらの写真の方は伐採の様子でしてね、伐採というのは御柱の開かれる1年前に伐採しますので、おととしの5月に伐採をしました。で基本的にはこういったような人力でもって伐採するということで、よきですとかね、のこぎりを使って伐採をします。こういったような感じでもってね、よきですとかそういうのを使って伐採をします。それで下所のお場所の場合もすぐスタンド板のきれいにも皮をむいちゃいましてね、こうやってこちらの方が8本の柱が揃った状態ですね。これが出発地点の田中場っていうところに8本の柱が、春宮1234、秋宮1234、8本の柱が揃いました。御柱の先端には、オズナ、メズナつってね、2つの、綱をつけますけれどもね、あとこちらの方がいろいろな、まあ、担当の係っていいますかね、手こしゅうとかね、追いかけるのの係とか、そういったのが、まあ、こういったようなで構成されております。御柱にまたがります。誰もが息を呑むのはこの瞬間、ヒアリン線、まっすぐに張った追いかけ綱を切り、御柱が一気に滑り降ります。当初の御柱は、アルミアとアキミアに引き付けられる縦御柱が始まります。冠を落として先端を三角錐に整えた御柱は、円をつくように垂直に立ち上がっていきます。こういうジオラマもたくさんあるんです。祭りの時の全体像がよくわかりますね。こちらのジオラマでは御宝殿を上から見ることができます。なかなかこの位置から兵拝殿や御宝殿を見ることはないですよね。それではタカちゃんに気落とし体験をしていただきましょう。
はい、それでは食レポのお時間です。 やってまいりました。はい、今日はですね、名取さん家の卵屋工房という卵を使ったね専門のお店に来ているんですね、もうほらプリンですよね。はい、なのでね、メインはオムライスなんですよ。オムライスにかかってるソースがいろいろな種類のものがあるんですが、タカちゃんのは何ですか？ハッシュドビーフです。ハッシュドビーフのオムライス、はい、そして、サラダプリンとサラダとスープがついてるんですね。すごい野菜具沢山、はい、でこちらのですね、名取さん家の卵屋工房では新鮮な卵を使ってます。それもこだわりの高級卵なんですね。はい、もう待ちきれないタカちゃんがね、もうお腹すきました。もう早速行ってますよ。あー、すごいすごい、ちょっと待って、上の飾りすごいすごい、うわ、おいしそう、パキーン、いっちゃいました。半熟の卵が出てきましたよ。おいしそうです。絶対おいしそうですよね。絶対おいしいやつだ ね絶対おいしいやつ。うわーい、はい、じゃあ早速こだわりの卵で作られたオムライス、最初に食べる、はい、いただきます。うんうん、おいしい。卵の味はどんな感じ？とろ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 でね、あのコンソメかな、なんだろう、すごいね、味がしっかりしてる卵だけで、おいしい、おいしい、あのね、生卵のこう特有の臭みが全くない高級卵なんですって。美味しいです。ちょっとハッシュドビーフと一緒に、はい、いっちゃいます。ハッシュドビーフと一緒にいっちゃいます。チキンライスっていうのかな、もうなんか、味っていうかね、なんだろう、深みのある味っていうの、なんていうの、出汁っていうの、すごい美味しいですよ。ハッシュドビーフだからトマト、だよね、ソース自体だけでどうですか？ソース自体でいきますか？はい、大好きなマッシュルームも入ってる、あらあら、玉ねぎがうまくいかなかった、いきます。はい、どんな感じ？すごいトマト、トマト、すごいトマトの味が、トマトとチーズ、チーズもすごいよ、はい、チーズが入ってるから余計にトロトロなのかも、すごい、卵がとにかくふわふわ、女の子は喜ぶね、好きだね、絶対好きなやつだね。そう、さあ諏訪なのでね、前回はあのうなぎでしたし、大体私たち信州に来るといつもおそばなので、ちょっと変わったところがないですかと下諏訪の方に聞いたら、名取さん家の卵屋工房さん人気ですよと教えていただいたんですね。すごいです、売店もいっぱい、とここではですね、あのプリンもそうなんですけども、シュークリームとかですね、卵を使ったスイーツも販売してるんですよ。お店は半分売店ですね、スイーツのね、半分がレストランになってるんですね。はい、すごい美味しいよ、トロトロで、うわっとろってやつ、美味しい、はい、ヨットです。はい、それでは続きましてデザートのお時間です。サービスやっぱね、卵屋さんですからね、プリンはやっぱりメインとなる代表的なメニューですよ ね、はい、バニラビーンズ、硬いタイプ、懐かしい感じ、懐かしい感じなんですね。今ほらね、じゃなくて、今とても柔らかいね、瓶に入ったのが多いから、ね、結構旧式な感じで、しっかりなんだけど、どんな感じ、ちょっとね、見せて見せて、でも中はあのとろっとしてるよ、すごく、とにかく卵の味がすごい、だよね、美味しいんだけど、もう懐かしい感じ、なんだろう、本当になんていうの、バニラビーンズとかもさ、いっぱい入ってるわけじゃないし、でも今風なんだろうね、これ、
でも今風のプリンってバニラビーンズがいっぱい入っててバニラの味のするさ、うんうんうん、なんとなく固形分のあまりないドローっとしてる、ねね、プリンが多い中あえて昔ながらのちょっと固めの卵の味のするなんか手作りプリンみたいなそんな感じかな。卵がたっぷりとにかく、うん、カラメルも美味しいよすごい、うんうん、なんか本当懐かしい感じ、うん、うんうん、ちょっと裏側を、うん、カラメルこんな感じ、うん、カラメルも美味しい、うんうん、ほろ苦くてね、はい、うまい、はい、とってもねオムライスも美味しかったです。美味しかったです。卵野菜がね豊富でね、うん、すごいいろんなお野菜もたくさん入ってて地産地消ということで長野県産のお野菜を使っていてであのコクを出すときには長野県産の蜂蜜だとか発酵バターだとか、うん、とにかく食材にこだわり抜いて安心安全で美味しいものを作っているお店なんですね。ぜひぜひ皆さんも諏訪にお越しの際には来てみてくださいね。美味しかったです。お腹いっぱいです。卵すっごいボリュームありました、ね、ソースがねとっても美味しくてでもね優しい味なんですよ。クリーミーなトロットロの卵がソースと混ざり合ってね本当に美味しかったです。ぜひぜひ皆さんも新鮮な美味しい高級卵の卵屋さん来てみてくださいね。ということで今回はですね諏訪の後編にもなります諏訪大社下社秋宮と春宮をお送りいたしました。さあこれで諏訪大社4社全部回ったことになります。改めて諏訪大社来てみるとねやっぱりものすごい歴史とそして信仰人々の心のこう伝わりっていうんでしょうかそういうものを感じますね。そしてやっぱりここには神様がいるんだなっていうその張り詰めた空間みたいなものっていうのをひしひしと感じます。諏訪という地は太古の昔からですねここには神様が存在していてそして人々がそれを守り伝えてきた伝承というものものすごく感じられました。日本最古の神社諏訪大社たくさんのご利益がいただけるところです。ぜひ皆さんも4社お参りに来てみてくださいね。それではまたお会いしましょう。さようなら。次回は愛知県名古屋市にあります熱田神宮をご案内します。神話の時代のヒーロー大和尊の命が持っていた三種の神器の一つ草薙の剣をご神体として祀っています。創建から1900年以上の歴史を持ち賑やかな名古屋の街中に6万坪もの鬱蒼たる鎮守の森が広がる尾張の国一のパワースポットです。次回もぜひ見てくださいね。